せいや、ソルジャーズソウル。君は伝説の中にいる。さあ、どの戦いを極北でもあなたは負けることはない。私は信じています。地方に分かれ、ヒルダのいるワルハラ宮殿を目指す聖夜たち。だがそこにはヒルダの忠実な戦士である7人のゴッドウォーリアが待ち受けていた。氷河の前に現れたのはヒルダに最も忠誠心厚き男、ハーゲンだった。俺の相手としてまずは合格だ。お前は人呼んで北欧の荒くれ馬、ベータ星メラクのハーゲン。待っていた氷河、フレア様に余計なことを吹き込んだ張本人め、このハーゲンが成敗してくれる。何、フレアに？ヒルダ様のたった一人の妹をたぶらかし裏切らせたお前の罪、死してもあまりある。ヒルダ様に代わってこの俺が氷の大地に葬ってやる。そううまくいくかな。偉そうに。うわ、男の勝負に言葉を。俺と出会った服ファイト、ユニバース。なんて攻撃を起こすもなんだ。ユニバース。それでも劣らない。その程度か。このハーゲンと何秒相対していられるかな。何秒。時間。後悔先に立たずという言葉をお前に送ってやろう。少しはやるな。その言葉そっくり返してやるぜ。その程度か。バカな。これほどの強さとは。俺と出会った不幸を呪うがいい。まさにその程度が力の限界などというのではないだろうな。パーフェクト。ウィナー。このハーゲンには誰もかなわぬ。この氷河に敗北があると思うか。ファイト。グレーターなんと実況がこそ落ちます。もしやゴールドセイント以上かもしれない。ダンディレーは我が社官人との戦いで究極のセブンセンシズに目覚めた。今まだセブンセンシズに目覚めることができれば勝機はあるはずだ。俺に狙いをつけられて無事に生きながらいたやつは残念ながらこれまで一人もいないのだ。だったら俺がその最初の人間にさせてもらおうか。口が達者なやつだぜ。お前のオーディーン・サファイアはこの氷河がいただく。何？オーディーン・サファイアだと？地上、そしてヒルダを救うためにそうするしか。これ以上フレアに悲しい思いをさせるのか。
フレア様の名前を気安く呼ぶな。少しはやるな。その言葉そっくり返してやるぜ。何の？アーグ、フレアを思う気持ちがあるなら素直にオーディーン・サファイアを渡してくれ。フレアに頼まれたから。力出任せを言うな。フレア様がお前ごときにそうまでして俺から逃れたいか。恥を知れ。この俺が葬ってやる。ユニバースフリーズ。バカな、これほどの強さとは。俺と出会った不幸を呪うがいい。まさかそんな、このハーゲンには誰もかなわ。男の勝負に俺と出会った。ファイト。グレートまだ、あ、攻撃的な術もゴールドセンスに勝るとも劣らない。何のこのハーゲンと何秒相対していられるか。何のなんだハーゲン、後悔先に立たずという言葉をお前に送ってやろう。俺に狙いをつけられて無事に生きながらいたやつは残念ながらこれまで一人もいないぞ。だったら俺のその最初の運営をさせてもらおう。口が達者な奴らぜ。お前のオーディーン・サファイアはこの氷河がいただく。何？オーディーン・サファイアだと。何の？地上を救う。そしてヒルダを救うためにはそうするしかないんだ。これ以上ヒルダに悲しい思いをさせなくなる。フレア様の名前を気安く呼ぶな。フレア様を引き渡した君は一斉あがなってもらうぞ。ユニバースフィーディング。少しはやる。その言葉そっくり返してやるぜ。ビナクールに徹して敵を撃つ。まだクールに徹しきれんとは。氷河、俺のオーディーン・サファイアが欲しければ腕ずくで取ってみろ。待て、逃げるのか。こんなところに、こんな場所が。ハーゲンのやつ、どこだ。フッフッフ、待っていたぞキグナス。雪と氷のアスガルドに唯一残されたこの灼熱地獄がお前の死に場所だ。ハーゲン、俺の話を聞け。お前は俺がフレアを連れ去ったと思い込んでいるようだな。それは違う。フレアがワルハラ宮から出たのは彼女自身の意志だ。まさかアスガルドに起こった異変を探るべく潜入した俺はあえて囚われの身となり牢獄につながれていた。そこで制裁を受けていた俺をフレアが救い出してくれたのだ。デタラメを抜かすな。あのお優しいフレア様が自分の意志でヒルダ様を裏切るなど。デタラメではありません。フレア様、こんなところにいたんだね、ヒョウガ。キキ、お前はテレポーテーションでフレアを。うん、二人の戦いを止めたいって聞かなくてさ。ハーゲン、私の話を聞くのです。お姉様は以前の優しかったお姉様とは別人になってしまったのです。全ては左手にはめられたニーベルンゲンリングによるもの。お願い、お姉様を助けるためにあなたの力を貸して。フレア様、あれほど仲のよろしかったヒルダ様に対して
そのお言葉はあまりにも無駄な。それほどその男にかわいそうなフレア様。ハーゲン、違うのです。幼い頃から私たちに仕えてきたあなたなら、私の気持ちを分かってもらえるはずです。あなたは氷河にたぶらかされているのです。俺たちをあまねく陽光を降り注ぐうちに導いてくださるというヒルダ様の御心に、ベータ星メラクのハーゲンは準じる覚悟です。それはお姉様の言葉ではないのです。ハーゲン、ハーゲン、フレアの言う通りなんだぞ。黙れ。全ての元凶は氷河、お前なのだ。お姉ちゃん下がって、二人の戦いに巻き込まれるよ。男の勝負に言葉は不要。俺と出会った不幸な。ファイト。愛する妹に裏切られ、ヒルダ様もさぞ同じ人々だ。貴様こそ万死に値する男よ。地上に脅威をもたらす邪悪の戦いを仕掛けた長編人よ。おざくか。何の次はフレーディング。なんという熱気だ。ここは常に常識を超えた温度なのだ。波の人間なら5分で息が詰まる。特に危惧だ。シベリア育ちのお前にはこの暑さは応えるだろう。どうした氷河、ずいぶん暑さに参っているようだ。お前はアスガルド育ちだ。何のそれをどうして。俺は幼い頃からここで修行してきた。一日でも灼熱地獄に旅立て。くらえ、グレートアーデントクレッシャー。フレア様のために。お前が倒れるまでいくらでも付き合ってやるぞ。氷河の亡骸を手に上げ、ヒルダ様のもとへ帰りましょう。きっと喜んで迎えてくださいますよ。帝王、ウィナー、クールに徹して敵を撃つ。勝負あったな。フレア様。ハーゲン、私を信じて。フレア様、どいてください。どきません。氷河、俺はお前が心底憎いぜ。やめろ、ハーゲン。俺はヒルダ様のゴッドウォーリアーだ。フレア様、どいてください。どきません。まず私を撃ちなさい。フレア様。フレア様、ヒルダ様のために死んでください。グレートアーデッドプレッシャー。うわっ、フレア様。お姉ちゃん、氷河大丈夫？氷河、これが最後だ。ハーゲン、フレアの思いを無にしたお前の罪、死してもなお余りあるぞ。何を呼借だ。はあ、俺のコスモよ、限界まで燃え上がれ。はあ、グレートアーデントプレッシャー、オーロラエクスキューション。なに、うわあ、フレア様。キキ、虚しい戦いだな。